今どっちだっけ。失礼。お酒屋さんですか。酒屋さんですね。いいだけ。大丈夫ですか。いいですか。小島の地酒ですか。そうです、はい、この辺が小島の地酒、ちょっとこれが、はい、あちらは岡山県で勝山、勝山、勝山、勝山です。小島がもう18、そうです、18坂に、あ、18坂ですね、そこだけしか小島は今本格的なさってるところがないんです、うん、いや、飲み比べセットとかありますよね、はい、うん、あ、でもそんな高くないの、ちょうどいい、うん、これの瓶とかも超シャレじゃない、かわいい、ブルーでかわいい、なるほど、まあ、なでもここのお店は長いんですか。あの、ね、表にしてたんですけれど、ニーズ通りになったから引っ込んでここへ。ああ、そうなんですか。ちょっとあの表の看板が気になってちょっと思ったんで、はい、しまった、あの、そう、横手にしてたんですけど。ああ、そうなんですか、はいはいはい、ね、どのお酒が一番人気がありますか。やっぱり18歳でしたその黒いこれ、はい、それから始めて、へえ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 、ちゃんと言う、はい、レッドブルの件あるし。じゃあ、言わない方がいいですか。いや、だってそれがあったから、今、ここで。そうですね、ちょっとね。このかっこいい。男性に人気な。男性に人気の18坂に。なんかすごい。いただきます。あ、でもこっちもなんか飲みやすいフルーティーな感じで。辛口ですけど、それ口当たりがいい。熱かった。小島の地酒ね、楽しみたいな地酒、はい、こちらですね、あ、うん、確かにすっごくフルーティーで舌触りは強くない感じ、うん、飲みやすい、うん、あと喉を通った感じもなんかあんまり強くない感じで、ここでもスーッと飲めますね、うん、なんかたくさん飲んでしまいそうな感じですね、うん、たくさん飲みすぎ、うん、飲みすぎちゃいそうな感じで、うん、どうぞ、飲みたいですよね、はい、工場長工場長になります、ね、酒蔵の工場長になりますか。これがそうですね、中ぐらいの、でこれと黒いとその間ぐらいですよね。あ、でもまだいぶこっちよりは飲みやすいかもしれないです、うん、これは練習でも結構飲みやすいかなと思うんですね。で、カナちゃんの次こっち、冷やごしですか。冷やごし、あー、なんだろう、さっきとちょっと味がどう違うか、これなんかちょっと味噌するという感じですね、うん、少し強めですけど、うん、でも舌触りはやっぱり飲みやすい感じはあります、うん、柔らかい感じが、こっちよりは強い感じがするかなって感じ、やっぱ女性にはこっちが一番いいらしいですか。住谷弥平、はい、住谷弥平です、住谷弥平です、で、備前勝山、勝山、ありがとうございます。あ、いい、こっちが辛口ですか。それが味がちょっと濃いめです。濃いめなんです、はい、やっぱ勝山とこの小島ってやっぱ何か縁があるんですかね。そんな縁にないと思うんですけどね、めっちゃ飲むな、そうですね、でも美味しい、美味しいよな、これはそうですね、備前勝山の地酒ですね、筋もあって、まあ、でも強いですね、こっちなんか強いなって、でも飲みやすいな、飲みやすいです、どれも本当に地酒、ちょっといいですか、うん、また苦味が、そう、ね、あります、うん、別に悪い苦味じゃなくて、なんかこう濃い味がされる、そうですね、でも初心者
的にはやっぱこっちから入った方がいい、多分ね、絶対、うん、甘口だけだから言えば、うん、絶対ね、飲みやすさがね、違う、物足りなくなったらやっぱこっちなのかな、うん、そうですね、ちょっと刺激を求めるんだったら、うん、そうですね、次これ純米の方がちょっとさっぱりしてるから、あー、なるほど、じゃあ純米ですね、やっぱ違いがお酒のツアーみたいな結構大事だと思うね、でも意外とね、意外だったね、うん、飲むことあんまりないから、次はこっち、まあ、こっちもさっぱりしますね、やっぱり、はい、もうちょっと酔ってきました、ね、このシーンでこのシーンってのはもう普通にやってられるんですか、そうです、あ、なるほど、帰ってこられた方に皆さん、あ、そうなんですか、うん、私はこれが一番飲みやすかった、皆さん、そう言われます、うん、女性の方は、うん、どうですか、これを一番おすすめですね、うん、これは女性の方にとって、うん、私もそういう、はい、おすすめです、はい、ね、もし気になる方がいましたら、この泉谷さんですね、泉谷さん、はい、ぜひ、はい、6時までやってます、はい、オープン、あ、オープンは9時から、はい、6時まで、はい、お願いします、はい、そうですね、ありがとうございます、また試飲されて、そう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 、お酒をね、いい、自分に合ったお酒を、はい、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ないと思ったと思っていつもスピチューブ見てくれてありがとうな、これからもよろしく。